和声は西洋音楽の音楽理論の用語で和音の進行、声部の導き方及び配置の組み合わせを指す概念である。西洋音楽ではメロディリズムとともに音楽の3要素の一つとする。競技の和声は16世紀末のヨーロッパ大陸で起きた通奏低音奏法に橋を発し、ジャン・フィリップ・ラノーの自然の諸原理に還元された和声論によって3和音が定義され、ヨハン・フィリップ・キルンベルガーがローマ数字による和声分析を1774年に創始したことで始まった。フーゴー・リーマンによって創始された機能和声理論、ハインリヒ・シェンカーによるシェンカー理論、日本独自の和音記号を用いた芸大和声、アレクサンドル・スクリャービンの神秘和音に転居を持ち、バークリー音楽院が国際的な規模で広めたリディアン・クロマティック・コンセプトも元をたどれば、ラノーとキルンベルガーの両者への深い理解の末に生み落とされたものである。フーゴー・リーマンに始まりヴィルヘルム・マーラーが1931年に完成させた機能和声理論は日本の和声の教科書で補足的に述べられていることがある。機能和声理論はラノーがカデンツの法則で示したトニカ、ドミナント、サブドミナントの個別の機能により着目するものである。調整の前後関係における機能に着目して分析がなされるため、対和音という概念がある。クラシック音楽における古典派の音楽は声部配置の必然性に基づいている。和音の連結のみならず対位法の影響を大きく受けている。和音を混声四部合唱による構成とみなし、その各声部の旋律的な独立性も重要視されているのがこの時代の和声の特徴である。また、この時代の和声では声部の導き方も非常に重要視されているのも大きな特徴である。例えば、同音は主音に解決し、和音の第7音、第9音、第11音、第13音は予備されたり、特定の和声音に解決したりする。このような各声部の独立性や動きに重点を置いて作曲する方法を声部の処方という。このため、古典派後期までに絞って協定を執筆することは現在でも行われている。ローマ数字による和声分析として知られる段階理論はゴットフリート・ベイバーが1832年に完成させた。パリ音楽院方式の和声協定はアンリ・ルベルによって1862年に完成させたが、日本ではルベルの協定を親切にしたテオドール・デュボアの方がよく知られている。機能和声理論は、ヴィルヘルム・マーラーが1931年に完成させた。明治時代に日本の翻訳家は、和声学と和声法の両者を混在させた。その後、ローマ数字による和声分析と機能和声理論を折衷させた芸大和声が出版されると、一斉に学も法も抜いて和声と呼ばれるようになった。現在の東京芸術大学で使われている和声の教科書も新しい和声と題され、学あるいは法は見られない。なお、ヨーロッパで提唱された和声理論から派生した現代のポピュラー音楽における和声、現在ではリディアン・クロマティック・コンセプトとアッパーストラクチャーによって完遂された技法についてはポピュラー和声を参照されたい。13世紀頃からある旋律に対して一つまたは二つ以上の旋律を同時に奏でて音楽を作ることが行われるようになった。この作曲法、作曲理論を対位法という。対位法ではある旋律が他の旋律に従属するのではなく、それぞれが独立した旋律と感じられるように工夫する。ルネサンス期になると和音が意識されるようになった。対位法による楽曲でも、複数の旋律が奏でられるとき、ある部分を縦に切り取ってみると、音の積み重ねとしての和音が存在していると、機能和声理論の継承者は分析した。しかしこのような現象を和声として感じることは最も保守的だったローマではご法度であった。しかし、やや緩かったベネツィアではオルガンが二重合唱に加わったことで、和音と和音との連結によって音楽を作るという発想が、徐々に対位法理論を侵食するようになっていった。その後、和音同士をいかに連結すべきかという法則が模索され、ラモーによりガデンツの法則が提唱された。J.S. バッハとその一族は、ラモーの原則に意識的には何ら従っていないことが、文献上から確認できるが、結果的にはおおむねガデンツの法則に従っている。こうして、フランスとドイツの化成理論は、ラモー以後に粉されてゆく。三和音の展開系の理解は、キルンベルガーとラモーは、全くの同一であったが、ベーバーが大文字と小文字の両方のローマ数字をiから7まで階段のように並べてから、フランスとドイツの化成理論に決定的な亀裂が生じた。古典派の時代になると、カデンツの法則にのっとった和音の連結が市場のものとされるようになった。前期ロマン派、つまりフレデリック・ショパン、フランツ・リスト、ロベルト・シューマン等が活躍した時代には、遠隔調営の頻繁な内部転調が好んで用いられるようになった。現7の和音やポピュラー音楽でいうところのテンションノートが多く用いられるようになった。後期ロマン派、つまりトリスタン和音を媒介したリヒャルト・ワーグナーやその後継者であるアントン・ブルックナー、グスタフ・マーラー、リヒャルト・シュトラウス等が活躍した時代には内部転調が頻繁となって調整感が希薄となり、音の跳躍進行が頻繁になり、リズム感が薄れ、ついには調整を感じられなくなった。16世紀ヨーロッパに橋を発した調整は、こうして崩壊に向かった。印象派になると、クロード・ドビュッシーが旋法の手法を導入した。境界旋法より発展した形で用いたり、全音音階といった、ある法則性に基づく音階を創作し、旋律や和音をその音階を用いて構成するという手法を用いた。俗に色彩化成と言われる。近代音楽の化成に古典派で厳密に制御された規則は存在しないが、独自に協定に組み込んだ理論家は存在する。現代においては20世紀初頭に調整が崩壊し、新ウィーン学派による無調の音楽が出現した。これに対しバルトークは、中心軸システム、ヒンデミットは独自の理論による拡大された調整を使い、中心音の調的支配力の中で12音の半音階を駆使した。オリビエ・メシアンは、旋法と色彩を対応させた独自の化成法を展開した。その他手法の面において様々な試みがなされていて、例えば、複調、多調、多旋法、移調の限られた旋法、12音技法、音列作法、雑音、微分音や非平均率などが挙げられる。これらは必ずしも化成の手法のみを指すものではなく、実際の楽曲では対位法や非対位法、非機能化成法、色彩化成法等が融合している。それぞれの手法、楽曲にはその場その場の化成法が存在しており、その理論を統一して語ることは極めて困難である。またこれらを総合して、音響作曲法とも言われる。その直接の始まりは、調整崩壊からと言われ、また、電子音楽の影響を多分に受けている。現代の音楽の化成は一人一派であることを証明した教本はある。世界のほとんどの化成の教科書では、段階理論とパリ音楽院方式化成協定と機能化成理論の3つを折衷させて、化成を説明することがよく行われている。フレー。和音記号和音の上はコードネームである。音階の主音を根音とする和音の機能を、トニカ、主音の5度上の属音を根音とする和音の機能を、ドミナント、主音の5度下の家族音を根音とする和音の機能を、サブドミナントという、化成の中心となる機能である。この和音が鳴らされるとき、落ち着き、解放、解決、主観といった印象を与える。楽曲の最後はトニカで終わる。I のほか、6も I の代理の時、トニックの機能を持つ。3もトニックの機能を持つことがある。フレー、各機能の和音と代理和音トニックの5度上の和音であり、トニックとは対照的に緊張した印象を与える。トニックに移行しようとする力が強い。V2 第7音を加えて、V7 の和音で現れることが多く、V9 の和音もよく用いられる。また、3や7も V の代理の時、ドミナントの機能を持つ。トニックの4度上、すなわち5度下の和音である。ドミナントほど強くないが、トニックに比べれば緊張した印象を与える。発展、外交的な印象が強い。ドミナントに移行するか、トニックに解決する。2や27は、4と共に非常によく使われるサブドミナントである。また、6が4の代理和音としてサブドミナントの機能を持つことがある。トニックの5度下であるので、ドミナントとは逆方向の和音であると考えられる。言い換えると、サブドミナントのドミナントはトニックであるという考えが成り立つ。また、教会音楽などでは一旦トニカに解決した後、再び4に移行し、愛に戻るという技法がよく使われる。また、ドミナントに行かず、トニックに行くような和音をサブドミナントと分け、プラガルと呼ぶ場合もある。各機能の関係 A、ダブルドミナント、イ、ドッピオドミナンテ F、ドク、ダブルドミナント F、フツ、ダブルドミナンテ F ドッペルとはドイツ語で二重を意味し、ドミナントのドミナントである。V の V であって、音階の通度音を根音とする、長三和音、または属7、属9の和音であり、2の第3音を半音上げたものである。このことから、ドミナントに移行する2の和音をドミナントへのドミナントと考えることもできる。同様にドミナントに移行する4を2の代理和音とする理論書もある。一般にはドッペルドミナントの機能とサブドミナントとは同一視される。このようにサブドミナントのドミナントはトニックであり、ドミナントのドミナントがサブドミナントであるので、トニック、ドミナント、サブドミナントは正三角形をなすことになる。機能化性においては t に戻ることで一段落となる。言い換えると和音の移り変わりは t から他の機能に移行してまた t に戻るまでがひとまとまりである。このひとまとまりをカデンツという。機能化性において d は t へ移行する力が強いので s には移行しないのが原則である。t と s はいずれの機能にも移行する。このことを考えると、カデンツは、の3種のいずれかとなる。中パウル・ヒンデミットの火星学愛&2と、林達也の新しい火星では、ドミナントからサブドミナントへ進む例外にも言及がある。D から S への進行を考慮に入れるならば、上記に進行とは、ある和音から、ある和音に移行することである。古典的な火星学において、和音記号ごとに、可能な進行を考えると、次のようになる。I は、すべての3和音と27、V7、V9 に進行することができる。2は、V にのみ進行することができる。T の3は、I か、6、3、4という進行の中でのみ使われる。D の3は、T の I か6に進行する。4は、I、2V に進行する。V は、T の I か6に進行する。t の6は、i を除くすべての3和音と27、v7、v9 に進行することができる。7は、3に進行する。v7 以外の7の和音は、その和音の第7音を前の和音から保留して導くことができ、その第7音を次の和音で保留、または2度加工させることができるならば、3和音の代わりに使うことができる場合が多い。同じ進行パターンを反復しながら同方向、同間隔で移り高するものを反復進行と呼ぶ。ドイツ語、ゼクベンツに由来して、ゼクエンツとも呼ばれる。例として、などがある。上述のドッペルドミナントと同様に、V 以外の和音に関しても、その和音を主和音とする、調べ除く和音群を用いることができる。例えば、波長調において、6の V7 であるミソマイナスシヒクレや2の V9 の根音を省略した形のドミソ、シ等である。また、長調において同種単調の和音を用いることもある。波長調において波単調の6であるラドミや波単調の V9 であるソシレファラ等である。このように他の調の和音を用いることを借用和音と呼ぶ。古典的な火星学では和音の進行にあたって各音を構成するパートの動きが重要であると考える。このため、火星学の実習においては、混声四部合唱の編成、すなわち、ソプラノ、アルト、テノール、バスの4声部を使用する。これを4声帯という。これらの4声部の動きと、それら相互の関係がスムーズであることが求められる。ある2つのパートの動きが同方向であるとき、平行という。逆方向であるとき、反行という。各パートは、それぞれの声域の中で動く。すなわち、ソプラノは、中央波から、アルトはその下のヘから、テノールは、中央波のオクターブ下から、それぞれにオクターブ弱の音域で動き、バスは、中央波のすぐ上のホからにオクターブ下のホまでの音域で動くように書かれる。各パートは離れすぎない。隣り合う各パートの音程はオクターブまでである。ただし、テノールとバスは1オクターブと完全5度までである。また、上のパートが下のパートより下がることは避けられる。各パートの動きの中で、この音はこの音に進行しなければならないとするものが、古典的な化声学にはある。主なものは次の通りである。なお、あくまで原則であり、例外規則や補足も存在し、実曲中では無視されることもある。V の第3音は T に進行するとき、2度上行しなければならない。V7 の場合、第7音は2度下行しなければならない。7の和音、9の和音の第7音や9の和音の第9音は、次の和音に進行するとき、2度下行するか、同じ音に留め置かれる。V7 を除く7の和音の第7音、前の和音の同じ音から留め置かれる。これを予備という。したがって、そのような音を持たない和音から7の和音、9の和音に進行できない。古典的な化声学で、避けるべき、また禁止とされる動きは数多くあるが、重要なものは次の2つである。発祥地のフランスのみならず、スペイン、イタリア、日本でも用いられるスタイルである。アンリ・ルベルによって高められた自然の諸原理に還元された化声論の学習にあたっては、基礎理論と化声の禁則及び原則を学び、課題の実習によって、技術と古典音楽における音楽的感性を会得する。アンリ・ルベルは、ローマ数字や大文字アルファベットの完全な撤廃に進み、テオドール・デュボワもローマ数字による説明は少々ある程度で、協定のほとんどはアラビア数字のみで進む。課題は4声帯のうち1声部が与えられ、学習者が残り3声部を埋めて完成するもので、課題はソプラノもしくはバスの旋律が与えられる。ソプラノが与えられるものをソプラノ課題、バスが与えられるものをバス課題という。日本の音楽大学では、作曲学科あるいは作曲理論学科作曲専攻などの入学試験においてこれらの化声課題を出題している。大学や専攻によってアンリ・シャランやポール・フォーシェのいわゆるフランス化声と呼ばれるパリ国立高等音楽院のスタイルに準じた模倣形式やフガートのレベルまで要求されるものから通奏低音奏法に準じたものまで出題難易度は大学によって様々である。パリ音楽院式記号で貫徹されたマルセル・ビッチュの調整化声概要が日本語版及びフランス語版のどちらも入手でき、現在も高い評価を保っている。フランスの音楽家はローマ数字による化声分析や機能化声理論を寄付し、ジャン・フィリップ・ラモーの自然の諸原理に還元された化声論の後継者とみなしていた。キルンベルガーの提唱した段階理論は近代ドイツで記号を変えて機能化声理論として進化した。発祥地はドイツのミュンヘンで日本には定着せず原則的にはドイツ語圏とロシア語圏のみで通用したスタイルである。ギュンター・ビアラスがヴィルヘルム・マーラーの本を補足したことがきっかけである。機能化声理論はドイツの音楽大学で入試に用いられているが、この様式による化声課題は日本の音楽大学では出題されていない。翻訳されたマーラー式記号を用いた本はディーター・デ・ラモッテの大作曲家の化声とルートヴィヒアール・ヴェバーの演奏のための化声法入門、理論、実践、回答しかないため、よく日本の留学生は苦労する。90年ほどヴィルヘルム・マーラーの教科書がドイツ国内で使用されていたが品切れとなり、現在は同内容が記されたラインハルト・アモンのレア・ウント・ハンテブクツア・ファンクタインス・シーリー・ウント・ファンクタインス・アナリスが通販で比較的容易に手に入り、クレイもヴィルヘルム・マーラーのように別刷りにしておらず、コンピュータ出力印字のため視覚的にわかりやすい。コードネームが併記される例ローマ数字を使用した煩雑な和音記号は2020年代のドイツとフランスと日本では学習協定から消えたが、ハインリヒシェンカーの数多い弟子たちの亡命先のアメリカ合衆国で生き残った。ドイツやフランスで用いられるメソッド以外の和音記号を使用している国には、コンサイスイントロダクションツートーナルハーモニーを採用するアメリカ合衆国、クラシカルフォーム、A Theory of Formal Functions for the Instrumental Music of Haydn、モーツァルト、ベートーベンを採用する、カナダ、ザ・コンプリート・ミュージシャンを採用するイギリスが挙げられる。ウォルター・ピストン、シュテファン・コチュカ他の英語圏の大学で使用されるテキストの和音記号は、ローマ数字による化成分析を拡張した独自のシステムが用いられる。ローマ数字がそのまま使用され、キルンベルガー、リーマン、ヤダスゾーン他のメソッドを参照している。コードネームの併記がなされる場合もある。かつての日本の1960年代までの和音記号もこれに近いものが用いられていた時代がある。現代音楽の作曲家スカイマックレイが作曲した弦楽四重奏のためのメニーケイデンセスにはアメリカ合衆国で通用するローマ数字による化成分析の記号がそのまま楽譜に記載されている。バースタイン&ストラウスのコンサイスイントロダクションツートーナルハーモニーとコツカのトーナルハーモニーウィズアンイントロダクションツーポストトーナルミュージックは現在もローマ数字による化成分析を守り続けている。ありがとうございます。